ガンダムファンの皆さん、こんにちは。森口ひろこです。ガンダムカフェからメッセージを届けております。85年に機動戦士ゼータガンダムの主題歌でデビューをさせていただきました。ガンダム40周年、すごいですね。おめでとうございます。みんなが歩んできた歴史の中にガンダムの作品、そして私たちアーティストが歌ってきた楽曲が息づいているのかと思ったら本当に幸せです。40年前に生まれてた人あ、手上がってる生まれてなかった人手上がってる、そうやって世代を超えてつながることができるのもガンダムの魅力ではないでしょうか。さて、8月7日になんとですね、人生初のカバーアルバムをリリースいたします。ガンダムソングカバーズ。昨年 NHK の全ガンダム大投票で私のデビュー曲水の星へ愛を込めてと、ガンダム F91 のテーマソングエターナルウィンドが1位と3位にランクインいたしました。みんながブレずにずっと楽曲を愛してくれていることに心から感謝です。なんとランクインしました10曲すべてをカバーいたしました。素敵なミュージシャンの方との、コラボレーションもぜひ楽しんでいただきたいと思います。そしてジャケットはじゃーん、こちらです。ガンダムと森口ひろこ、ゼータガンダムと森口ひろこのコラボレーション、ことぶきつかささんに書いていただきました。宇宙にたった1枚しかありません。そして今から私は楽しみにしております、生でこの歌声をお届けできるあの日を。そうなんです、ガンダム 40th Fest Live Beyond、 9月7日8日2日間ありますが、ぜひ皆さん一緒に肌でガンダムの熱量を感じ合いましょう。ということで楽しみにしております。森口ひろこでした。一緒にたぎりましょう。